皆さんこんばんは、大和優雅です。今日は東京ミッドタウン日比谷の近くでお仕事があったので、今日はね、その仕事があった東京ミッドタウン日比谷、そして日比谷公園を眺めながらシャンパンを飲みながらゆっくりしているところです。はい、そうです。シャンパンこちらです。そして今日はその東京ミッドタウン日比谷の地下にある2軒のパン屋さんのパンをちょっと食べ比べしてみたいと思います。こちらです。アンパン、はい、この2つのパン屋さんとっても美味しいんですね、どちらとも。まず右側にあるアンパン、お味、そしていただきながら食べ比べしてみたいと思います。では早速ですけれども、シャンパンをまずいただきたいと思います。はい、こちら、はい、こちらですね。よ、赤と黒が素敵なシャンパンになっています。ではまずは皆さん素敵な夜に乾杯。美味しい。はい、ですよね。日本独自のパン、これを、まあ、フランス人シェフが作ってたりするわけなんです。その味をね、受け継いだお店が作ってたりするわけなんですけれども、どんな違いが、どんな美味しさがあるのか検証してみたいと思います。はい。まずは、右側。こちらの、ジャン・フランソワさんのアンパンからいきたいと思います。はい。これ結構、重さあります。あんがたくさん入ってんじゃないかなっていう感じ。そして上には、わかりますか？黒ごま、白ごま。両方乗っていますね。そしてこのなんか、パンの感じがですね、まあ、こちら、ブーランジェリー・ボヌールさんのと比べると、こっち光ってる。こっちはね、マットな感じなんですね。うん。なんかこう素朴感がありますね。まずは半分に割ってみたいと思います。いきます。あ、ごまが。いいよ。おー、かなりたっぷりあんこが入っています。そしてこちらはね、こしあんですね。まずちょっと、一口目いってみましょう。いただきます。うん、まずね、食べた時にあんこのなんかすっごい柔らかい感じが口に広がります。そしてこしあんなんだけど、なんだろうな、小豆のこう素材の良さっていうか、うん、それがね膨らんでくるんだよね。で、甘すぎない、これ美味しいね。なかなかこのあんこないですね。甘いっていうあんこいっぱいあると思うんですけど、この程よい甘さとこの優しさ、これはなかなかないと思います。そしてこの周りのパンなんですけど、意外とフランス式、なんていうのかな、柔らかいっていうよりもちょっと噛み応えがあるしっかりしたパンですね。あ、もちろんフランスパンみたいに硬くはない。あ、なんて言うんだろう。日本的なパンなんだけど、噛み応えがあるというか、この組み合わせいいですね。そしてこのごまが、白黒のごまが一緒に口の中入ってくるんで、なんか香りもいいんですよね。もう一口。
私今途中でうんって言いましたけど、これはごまの風味が鼻にクッときたんですよね。うわー、香ばしい香りが、これ美味しいな。そして一口目に食べた時よりももっと甘さを感じます。さあ、ここでシャンパンを入れます。シャンパンの辛口のこうキリッとしたところが、甘いの食べてるじゃないですか。なんか引き締まりますね。いいな、この感じ。もう一口いってみます。端っこになってくるとパンの分量が増えるじゃないですか。でもちょうどいい感じであんとパンがある感じですね。あんこが多すぎるとかじゃなくて、あ、いい感じっていう感じ。うまい。シャンパンがより辛口にドライに感じるっていう、アンパンとシャンパンいいですね。さあ、続きまして次のお店、ブーランジェリーボヌールさんのアンパンをいただきたいと思います。こちらになります。こちら、ツヤのあるパン、そして上にはね、これなんだ、消しのみって言うんだっけ、ちっちゃいつぶつぶ、はい、がついていますね。まずは半分に割ってみます。いきます。ちやの、おー、なんかソフトですね。つまりパンが柔らかいですね。綺麗だな。重さは、先ほどのジャン・フランソさんよりも軽めです。だけどね、このあんこに重さを感じますね。はい、では一口にいってみましょう。なるほど。パンの風味がふわーって広がるんですよ。でその後にこのあんこの甘さが調和してくるみたいな感じ。だから、感覚で言うと何だろうな、バターロールの中にあんこが入っている、そういう感じですね。じゃあここでシャンパンを、朝食にいい感じだね。じゃあもう一口いってみます。バターロールとあんこが一緒に食べれるっていう感じ。なんか朝食べたらこう脳の回転、頭の回転が速くなりそうみたいな。
そういう朝これを食べて目覚めにしたいみたいな、そういうあんパンですね。またこちらのパンとだいぶこう違いますね。これはね、そうね、シャンパンと合うあんパンっていうよりも牛乳と合うあんパンですね。朝だ朝。やっぱバターの風味がいいね。あ、おいしい。はい、ということで今2つのあんパンを食べ比べました。半分いただきました。私の結論、初めに食べた、ジャン・フランソワさんのあんパンは夜用のあんパン、そして、ブーランジェリー・ボヌールさんのあんパンは朝用のあんパンです。ということで皆さん、こちらのパンを観劇前に食べて、終演後にはこちらをお土産に持って帰りましょう。ということでまずはあんパンでした。ということで、東京ミッドタウン日比谷の地下にある、ジャン・フランソワさんとブーランジェリー・ボヌールさん2軒のパン屋さんのあんパン、日比谷にいらした時はお召し上がりください。ではまたね。あ、いいねとチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。